はですね、埼玉県埼玉市にある関電音ホテル大宮に宿泊したいと思います。今私たちが泊まってるのは関電音ホテル大宮っていうところなんですけれども、またね今回ゴールデンウィークの前半だけなんですけれども、関東旅行でこっちの方にね遊びに来ました。実はですね、昨日りょうちゃんの仕事が終わってからこっちの方に来てねそれでは早速関電音ホテルズ大宮のご紹介です。こちらは大宮駅から徒歩5分の場所にあって、定型に見えて実は定型ではないという駐車場から入り口に向かう途中、品よく配置された木々が道路からの目隠しとなり、この時点で洗練されたホテルといった印象を受けます。1階には簡単な案内板があり、また13階のフロントにつながるエレベーターが設置されていて、こちらのエレベーターには壁に枯山水の庭園を模した装飾が施されていました。そんな高級感のあるエレベーターで13階に上がると、ニコタンの大好物キラキラの装飾が宿泊者をお出迎えしてくれます。ちなみにこちらは日中の様子なんですけれども、大開口の窓から明るい光が入り、とっても開放感のある空間になっています。日中はこのキラキラもさらにキラキラに見えて、おそらく太陽の光が直接当たるとサンキャッチャーのように壁に虹が反射するんじゃないかなと、ちょっと興味が湧きました。そしてフロントなんですけれども、こちらはかなりこじんまりとしていたので、どこでチェックインすればいいのかなと迷うほどだったんですけれども、こちらがチェックインカウンターのようです。ちなみにチェックインカウンターのすぐ目の前にアメニティコーナーがあって、お煎茶、シェービングセット、ボディタオルなどはこちらで必要な分を取ってお部屋に行くスタイルなんですけれども、メイク落としはこちらにもお部屋にもありませんのでご注意ください。あ、すごいいい部屋じゃん。あーすごい。でこっちの方に来て、でそしてもう一泊したんですよ。で深夜に着いたので、そう深夜に着いちゃったからね、もう真っ暗な中着いちゃったからね、本当なんかささっとちょっとルームツアー的なことを、まあ、バーッと撮って、もうその後はもうバタンで寝ちゃったんですけれども、ここのねホテルはすごい寝心地が良かったので、結構ぐっすり眠れました。でただね、寝た時間が私1時半くらい で起きたのが、実はね今日もちょっといろいろと予定が入っているので、早く起きなきゃいけなくて、で朝風呂もしたかったし、トイレ行きたくて、うん、起きたのね。そしたらママも起きて、そうちょうどいい時間だったんだよね。何時だったっけ、5時じゃないか、6時45分だったんだ。6時45分に起きて、でそして昨日の夜入れなかったんですけども、ここのホテルは最上階にスカイスパっていうのがあって、でお風呂があるんですよね。だからそこに入りたくて、今日は朝起きたらそっちに行って、でそして戻ってきて、でバーって準備して朝食に行ってきました。でまずねお部屋の様子なんですけど、こちらの動画をご覧ください。はい、それではルームツアーをやっていきましょう。まずこちらの入り口を入ってすぐ左側にはハンガーと靴べら、靴のほこり取りやシューズポリッシャーがあります。そして右側の扉を開けると、こちらはバスルーム。今回はユニットタイプですが、若干ゆとりのある作りになっています。こちらのシャンプーやボディーソープはホテルオリジナルで、イタリア製のオーセンティカオーガニクス、使用感や香りの評判が良いとのことで、現在数量限定でホテルで購入することができます。浴槽の方は深めでゆったりと入れる作りなのが嬉しいポイント。ちなみにですが、今回は小学生以下添い寝無料だったので、小学生の歯ブラシはなしだったのですが、ニコタンの歯ブラシは持ってきていたので大丈夫でした。小学生以下無料プランの方はご注意ください。そして肝心のお部屋の方はこんな感じで、高級感のあるシンプルモダンな作りになっています。ちなみにですが、恐ろしく寝相の悪いニコタンと一緒でも安心なように、ベッドはくっつけた状態で準備していただいています。コンプリメンタリーのお水があるのは嬉しいポイント。そして冷蔵庫はスイッチを入れたら作動するタイプで、一泊には必要十分の大きさでした。こちらのデロンギの湯沸かしポットは結局使わなかったんですけれども、オブジェとして高級感があり好印象でした。館内着はシックで高級感のあるセパレートタイプのブラックでしたが、素材が綿じゃないのが残念ポイント。そしてスリッパを履かずに移動できる渡り廊下式に設置されたソファーとベッドの位置関係も、子連れ旅には嬉しいポイントでした。こんな
な感じでここのホテルはすっごい清潔感があって結構新しめで、あの寝心地も良かったし、で私はね昨日の夜あの本当はね家を出る前にお風呂に入ったんですよ。ニコタンお風呂に入れなきゃいけなくて、でこの人はパジャマの状態でここに来たんだけど、私はちょっともう運転して疲れてたのでさっとシャワーだけして寝たんですけれども、お風呂の水圧もめちゃめちゃ良くて、もう本当なんかもう一気にね疲れが吹き飛びました。でいやそしてね寝心地も結構良かったし、あのお部屋はすごい快適だし、あのまあ強いてなんかどっかあげるとすれば、まあ、ちょっとアメニティが少ないかなっていう感じかな。あのアメニティに関しては歯ブラシは今回2人分しかついてなくて、で小学生添い寝っていうことでね、だからあのニコタンのやつは歯ブラシ持ってきてたから大丈夫だったんだけど、小さいお子さん連れの方は子供の歯ブラシだけは持ってきた方がいいかもしれないっていう感じのホテルです。タオルに関しても2名のカウントなのでね、ちょっとなんだろう、もう1枚あったら正直助かったなっていうのはあるんだけれども、まあそこはしょうがないかな。そして料金的にはなんですけども、ちょっとんって思った点が1個あって、今回私たち旅行者支援を使ってまた来たんですけれども、そのねここの公式ホームページで予約してきたんですよ。でそしたらね公式ホームページにある価格が朝食なしの価格で比較した時に、普通の朝食なしのプランが1万2000いくらだったんですけれども、全く同じプラン でそして旅行者支援対象っていうプランがなんと1万7000いくらだったんですよ。でつまり言うと、例えば私たちがその旅行者支援を使って、でその割引をまあ、20% の割引を受けたとしても、その元の1万2000いくらのプランよりもちょっとお高めになるんですよね。でそこに旅行者支援のその地域共通クーポンみたいなのが6000円分つくんですけれども、まあ宿泊費に関してはちょっと高めの設定になっているので、そこがちょっとうんって思いました。で今回はあのどっちにしようかなと思ってね、地域共通クーポンをこの周辺の施設で使うか、それともここのホテルの朝食につけようかっていうことで迷ったんですけれども、私たちこの後も行かなきゃいけないところがあって、地域共通クーポンもらっても使う場所がないんですよ。だから今回に関してはこの地域共通クーポンは朝食の方に回しました、ということなので、まあお得に楽しめたことは楽しめたかなと思います。でそしてあと、そう駐車場はここはね定型駐車場がないので、すぐ、まあ、定型駐車場はないと言いながら、このすぐホテルの下になんていうか駐車場がくっついてるんですよね。だから定型と言っていいんじゃないかなと思うんですけれども、一応定型駐車場はないということになっていて、でそして1泊の駐車料金が1900円でした、まあ、ここはまあ関東圏ならこんな感じなのかな。そしてあとは 何言うことがあったかな、なんかあるかな。そうで、そして肝心な朝食なんですけれども、こちらの動画をご覧ください。さっそくだね。チーズに入ったチーズのパスタ。
と、うん、あのバターを混ぜたの。どう？美味しい。いただきます。暑い。東京は暑い。まだ本当パンばっかりじゃなくてご飯も食べて。お腹いだから。今日もまた入れすぎてしまいました。すごい入れちゃった。そう、お昼食べれないよ。いただきます。お昼はほどほどにしとこう。まずはリンゴジュースからいただきます。あ、おいしい。このさ、後ろのさ、これがすごいツルツル滑ってさ。嫌だね、これ。この後ろのこの背もたれのクッションが。今日はすごい迷う。すっごい全部美味しそうだった。いただきます。まず豆腐から。豆腐美味しい。醤油もいいやつかけたんだけど、すっごい美味しい。うん、このだしカレーっていうのが、ここのオリジナルらしいです。なんか美味しそうだからいただきます。本当に和風だしだ。変わってるけどこれはこれで美味しいです。ちょっとなんかちょっとなんかお好み焼きみたいなお好み焼きみたいなカレーで、お好み焼き、そうそうそう、何の味だろうというか、お好み焼きみたいな味がするカレーです。だし効いてる、うん、美味しいね。うん、なんだろう、なんかわかんないけど、うん、おいしい。ちょっと珍しい味付け、うん、あ、おいしい。ここの朝食すごいおいしい。で、あとこれ、これもすごいおいしそう。これとこれがすっごい美味しくて、でそしてね、お魚もね結構ねいい感じなんですよ。だからちょっと全くさっきとほとんど同じなんだけど、これおかわりしちゃいました。これ菜の花のタットリアンだって、初めて聞いた。これ家で作りたいよ。うん、うん、ほんとめっちゃ美味しい。これは何だったんだっけ。プチパンケーキ。プチパンケーキ、あー美味しそうだね。美味しい？よかったね。本当は蜂蜜かけようとしたんだけど、蜂蜜うまく、なんか棒みたいなので入れるから無理だった。残念だね。なんか私もパンに行きたかったけど、もうそこまでなんか食べれない。最後はコーヒーいただきます。そんなに食べれないよ、ニコタンみたいに。ニコタン今日パン何個食べたの？4個。これは巣の中に入ってる。入ってない。もう食べれないと思ったんだけど、ニコタン見てたらなんかちょっともったい、食べないのもったいなくなってきちゃって、ちょっと追加します。ヨちゃんも食べない？食べた。そう、これはね、プチパンケーキに黒蜜ときな粉をかけました。じゃん、美味しそう。きな粉マラサだっぽい。いただきます。食べたい？いただきます。うん、うん。プチパンケーキすごいふわふわで美味しいね。うん。卵もいただきます。うん。うん。本当だ。うん。中にもチョコが入ってる。うん。中にすごい。え、なんかチョコチップだけかと思ってたら、ちゃんと中にチョコが入ってる。美味しい。チョコが入ってる。うん。美味しい。うん。これはね、食べといてよかったです。食べ
あの朝食の方はねこんな感じですっごい良かったんですよ。なんか珍しかったのは卵かけご飯の醤油選びが結構豊富で、あの周りを見ると卵かけご飯をしてる方が結構多かったです。でそしてあの菜の花のタットリアンっていうのがすごい美味しくて、でそれがあのね和とも言えるし洋とも言えるし中とも言えるしっていう感じ、なんかすごい面白い感じの味付けなんだけど、それがすごく美味しくて家でね作って食べてみたいなと思いました。でそしてね肉じゃがも結構美味しかったし、茄子のにあのもの、あの肉じゃが美味しかったよね。あの茄子のやつも美味しかったんだよ本当はね。ニコタン茄子あんまり好きじゃないけどね。でそしてそうだね。でそしてあとねパンの方もねデザート代わりに最後ねいただいたんですけれども、すごいなんか全体的には大満足な朝食でした。ということでね、今回は今からもう私行かなきゃいけないところがあるので、 そちらの動画はね、そうそう髪切り屋さん、髪切り屋さんなのでね、ちょっと今からちょっと髪切り屋さんに行きたいと思うんですけれども、このホテルに関してはねこんな感じで、一泊させていただきました。いかがだったでしょうか。もうすごいなんかあの清潔感、私何よりもいつもなんかこう重視してるのがあの清潔感なんですよ。で清潔感に関してはすごいなんか室内はとってもね綺麗に保たれていたので、めちゃめちゃ過ごしやすかったし、ベッドの方もねなかなか寝心地が良かったので、あのまたここに来る機会があったらぜひ利用したいって思う感じだよね、朝食的にもね。ということでこんな感じのホテルでした。いかがだったでしょうか。今回の動画を見てね、もし関電温ホテル大宮ぜひ泊まってみたいと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。